サカツク04、始まります。フォワード不足でしたが、久保、カズ、岡野と、3人の若手がいる状況となりました。問題はディフェンダー不足かもしれませんが、ミッドフィルダーからコンバートすれば補える部分もあるので、大きな穴はないように思えます。では、37年目、エディット選手を育てていきましょう。いつものスポンサー契約からいきましょう。今回はやや少なめ、レジェンドの契約にお金が必要なので、正直足りない印象。契約更改が必要な選手は6人で、その全員と契約を延長しました。小野伸二やリッカートとの契約でお金がかなりかかり、かかった金額は、100億超え。このデータはそんなに黒字を出せません。スカウトは、バウアーとバンチが転生してくれたら嬉しいなという体制で、もう一人のスカウトは無料の人に、優秀な架空選手が欲しいわけではないので、雪村は選んでおりません。キャプテンは鬼重、キャンプはドーハといつもの流れを済ませ。今回をもちまして、このデータでは新人を取り上げないと宣言したいです。覚えている限りですけど、編集しているうちに忘れるかもだけど、絶対忘れると思うけど。開幕準備はこれで完了。チーム状態をちょっと見ていきます。レジェンドクラスの主力の外国人3人はベテランですが、未だ健在。リッカートがそろそろ退団も近いので、その後継者として指示クレイを育成。ボランチは福西がおり、他に留学中の選手もいる。オフェンシブミッドフィルダーの若手が少なめですが、小野伸二がいる。7に、松井大輔が留学中なので、大丈夫であろう。フォワードとキーパーは若手がいる、という感じです。その後、3月に七海が2回目の留学から帰国し、その後5月、エディット選手の息子が、父親になりました。最初のエディット選手はおじいちゃんになってしまった。孫の名はシュミット・ダニエルに、さすがに孫まではやらないですね、本当に。5月ということで転生を確認しましたが、中田秀さんを発見。しかしスカウトがいないというおなじみの展開で、エディットのスゴビクは、6月にお宮参りへ。そんなこともあった序盤でしたが、リーグ成績は安定していました。今年もレジェンドたちに支えられています。7月には、阿部勇樹がグラスゴーから帰国し、即2回目の留学。このシリーズではおなじみの、オールスターで J リーガーのチェックですが、結構優秀ですが、代表クラスより少し能力が下な石川龍也、素晴らしい能力になってます。J の中ではあまり高くない選手であろう一柳、さすがに厳しいですが、いい能力です。鈴木は守備がマックスで、ブーリオは育てたいです。欲しいです。その後、飛ばしに飛ばし11月、5月の半年後なので、転生ラッシュがあるかと再チェックをし、しっかり転生しておりました。何人か有力な選手がいましたが、中でもマリノスのサイドバック勢、みんな最高レベルなので欲しいと。ただ、選手枠がいっぱいなので、交渉は来年になるでしょう。そしてリーグは問題なく、このシーズンも終わり。この年もグラーフが大きな活躍をして終わっていました。もちろん他の選手も素晴らしいんですけどね。という一年でした。能力爆発が起こってたらなぁ。起用に関しては、割と流動的にはしている状況で、伸びてき始めた福西、小野、服部なども我慢して使っていました。では見ていきます。曽我畑はうっすら成長、
早熟なのですが、うっすら伸びています。34歳のマリウスは、システムが育てば六角形はマックスです。40歳までやってもらえればいいですが、どうなるか。守備がマックスのリッカーと、もう1年やってもらいます。次がラストシーズンにするつもりです。うなみさんの代わりとして左サイドバックで育成中のハットリ。彼の仕事はグラフが伸びていくのみです。不動の右サイドバック市川、言うことなしです。早熟なので引退宣言が飛び出ないかだけが心配かな。大型ボランチの福西、いい成長です。近い将来日本の柱になるでしょう。こちらもいい成長の小野伸二。日本のトップ下の選手として活躍していこうと思っています。バランスが良い奥大輔。できる限り使っていきたい選手ですが、枠の問題もあります。でも使いたいです。新たに5年契約を結んだ佐藤幸彦。サイドの最高な選手としてまだいてもらいます。円熟味が増している柳沢、フォワードの若手が多いので、契約満了で自由契約かな？グラーフさん、言うことはありません。できる限り契約を結ぶつもりです。エディットのスゴビクは少し成長。問題はどこまで伸びるのか、神の領域に届いてくれるのかです。ディフェンスは伸びているのかな？秋田さんです。マリウスとリッカートの後釜として期待しています。いい成長のナナミさん、守備的か、攻撃的か、どちらでも使えるので大きな期待を寄せています。ボランチの見本、明神、来年が契約最終年なので、そこでおしまいかな？和製グラーフの藤田、できる限り契約していたい選手です。代表のエース候補かも？次世代の守備の要シジクレイ。ボランチ登録だったので、攻守に成長してほしいです。優秀ですが、神になれなかった津波さん。今のこの世界では苦しいので、ハットリを使おうと思っています。森島はうっすら成長しています。まだ若いですし、10年はやれそうです。ファンタジスタ松井大輔も成長しています。彼も代表に選べるなら選びたいです。日本人最高のフォワードになれる逸材、久保竜彦。どこまで伸びるのか、この作品ではエースになれる逸材なはずです。そして川本海重、ディフェンス以外は完璧な選手となりました。しかし年齢的に厳しいので、今季限りとします。まだエディット選手は厳しいですね。当分かかると思います。キャンプに行けなくなるということが起こると思うので、まだ育成をせねばならないでしょう。今回はここで終了します。40年目付近かと思っていましたが、もう少し先かな？エディット選手で能力爆発って起こるんだろうか？ご視聴ありがとうございました。